いやあ、刹那圭介だよ。今回もやっていきたいと思います。武器に願いを。願いを叶えたまえ。お。というわけで3日目からスタート。さて、今回のフォーメーション。フォーメーションつうか、売り方ですけど、まあ、とりあえずね。このロングソードで見せびらかして、ちょっと奥にバスタードソード。で、そうやな。でもって、まあ、今回の、なんていうかな。今回の、まあ、とりあえず、置いとくな。やっぱ、これ、ロングソードじゃなくて、価値観が分かれるけん。好みが分かれるけん、槍の方も置いといて、この一種類ずつ、サラマンドソードを、まあ、買ってほしい感はあるんやけどね。どうかな。サラマンドソードを、なんつうか、何商品って言うんだったっけ、まあ、いいや、うん。思いつかんかった。いい言葉が思いつかんかった。カオキュン！よっしゃー。ちょっと店の前でおろうか。店の前で。わっ！ごめん。ちょっと待って。あー、めっちゃ来てる。よっしゃ、売り。サラマンドソードをぼっちやないか。サラマンドソード買ってあげて、誰か。やっぱこの3つにかかってくるんかななんて思うけど、サラマンドソード誰か買わんの？お、買うんちゃうお前。あ、お前、結局偵察しに来ただけなんか。何も買わんの？なんか欲しいもんとかないん？絶対買いに来たっていうやつじゃないよな、あいつ。よし。いかにもパワーが強そうなやつがバスタードソードやもんな。やっぱキャラクターの見た目である程度、なんちゃらか、点があるんかな、わからん。よいしょ。やっぱ1日目に比べたら客は少ないよな。1日目はなんか、あー、この店新しくできとるわじゃあ入ってみようかぐらいの感じの人が多いんだろうか。わからん。あ、女の、おーさっきのちょっとお金持てそうな、お金持てそうな人。てか海賊みたいなのが買っていた。海賊みたいなのがなぜ槍の方を買っていたのかよくわからんところやけど。海賊のイメージじゃない。あ、来たー！サラマンドソード来たー！サラマンドソード買わなさそうなやつが買っていた。意外にも意外。あ、サラマンドソード2本目。いや、サラマンドソードもうなくなってしもった2本だけだったけんさ。やったー。意外と売れるもんやな、サラマンドソード。お、ロングソード、ロングソード。あ、ざっす。もう、こっからはもうどんだけ売れるかの勝負。バチ来い。バチ来い。な、あ、おっと。初めて見るな、この人。あ、ざっす。初見さん、いらっしゃいって生放送みたいに言ってみる。あ、ローブ、うわぁ、やっぱこいつ買わんのか。買わんのか。あいつ絶対買うために目的じゃないな。明らかに裏の取引に持ちかけようとしようや、あいつ。そんな裏取引に、まあ、いくらの村人でもせんぞ。あ、二人。お、アラブの人、俺の、いやいやいや、槍買っていったで。アラブでは結構槍人気なんか。お前は剣だろ。お前は剣使うイメージの方が強いだろ、お前。ロングソード、アザース、チャイナ。今度デートしないって言いたいな。おお、なかなかの売れ行きやな。こんな人、金髪の人もがで買っていって。あ、終わった。そこそこ売れたんじゃん、今回。基準点はよくわからんけど、さすがに1日目よりかは、本数的には少ないけど、売り上げ的には、微妙。いや、そんなに変わらんのか。売り上げ1日目2万6千ぐらいだったっけ。そう考えたら、まあ、1日目はたくさん客が来るけん当たり前なんやけど、それよりちょっと落ちたぐらいって考えたら結構いい方なんやろうな。わからん。意外とサラマンドソード売れたっていうな、日本。サラマンドソードもうちょい作った方がいいかもしれん。わからん。よっしゃー。そうと決まれば、サラマンドソードのやつ、素材をね、ちょっと多めに買っておきたい。音楽はお好きですか？お前またそれで言うんか。もうそういうんいいけん、そういうんいいけん。お前はここに何をしに来ているのかい？音楽でも弾きに来たらお金でももらえるのかい？違うでしょ？わからないけどね。うん。仲介ギルド。
あ、そういや、なんか依頼しとったっけ？したい、してない。全然してなかった。ちょっと依頼してみたい気がするよな。いや、待てよ。依頼してみたい気がするって言ったって、これらを何に使うかわからんのに依頼してもしょうがないような気がするんか。今は依頼なしか？それより鉱材やな。万物の神、鉱材レベルで結構使うもん、これ。そこで鉱材っていくら持った今。あれ？まさか鉱材もうない状態？ならば大量購入しておくべき。あ、石もある。あ、そう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 。この石なんよな、もう、肝は。あの、属性付きのが必要ない肝はさ。まあ、それより、とりあえずは、鉱材やね。とりあえず鉱材がなければ何もできないやけんな。元気があれば何でもできるの反対語になるな。鉱材がなければ何にもできない。自分で言うといて何それな。多めに買っとっても損はないだろう。60個買っとこう。でもって石だ。ファイヤーで攻めたけ、今度はアイスとサンダーで攻めようか。どういうこだわり？やっぱ高いな。攻めでいこう、参考。カッコずつ。攻めの戦い。攻めの販売でいこうか。次この人。ああ、まあ、その人は、まあ、その人はじゃないわ。増軸はまだだじゃん。増軸とかやってられるお金じゃないんだ。提示する数は6個。仲介ギルドの依頼数がこの数になれば、レアアイテムのありかもしれません。いりません。まだ人とそういうには興味ないです。今できる最大限の力を発揮して戦いたいと思います。私です。つまらない昔話でも一つ聞いていくかい。なんだい？ちょっと気になるんですけど。はい。では明日から私に。お前今日から話さんのかよ。おい、語り部とか言ったっけ？今日語らずして明日語るんかお前。お前な、ちょっとそういう出し惜しみするなよお前。明日、今日だけ話せばいい。今日話したもの、今日話そうと頑張ったものより明日が来るんだよ。どっかで聞いたことあるな。高価な武器は魔王に与えるため、これはこの前聞いたわ。何度も同じこと言うな。説明したがりか。これいつも同じこと言うやろ。なんか買え、なんか手を洗う石鹸とかそういう系買え、お前。はーい、武器費用にも分かってる。あ、お前。語り部な。また同じこと言おる。語り部もお前、毎回同じことばっか言おる。このおじいさんがまだマシだったんかよ。明日からって。あ、これもさっき話しかけた。今日は闇の取引人はおらんのやな。オッケー。調査中。あ、そうっすか。頑張ってて、お前さ、昨日同じようないいこと言うとって調査中でござるって、お前本当に調査しよんか、いけるんか、信じていいのか、信じてみるでいいんか、もうようわからん。さて出ましょう。そして勝ちの時間がやってきました。とりあえず剣を作る。どうするもんか。とりあえずロングソード、ロングソード2枚、いくつ持ったんだろう。14本もある。そうやな。どうしようかな。40本まで持っていこう。26本やな。26本も、いやそんなにもいらんか。ロングソード35分にし、30? 迷うなこれ。16本作ろう。16本、ちょうど30分になるように。よっしゃー、ロングソード。経験値は経験値増えんかったっけ。あれどうだったかな。まあいいや、もうこれでロングソードが30本。こっからいろんなもんを作り出すみたいな。バスタードソード、あとはこんな、あ、こっちも作っとかな。
この槍の進化版つうか強化版みたいなのも出てくるかな、経験値貯めたら。まあともかくこっちは6本でいこうか。ロングソードが多いにはこちら辺の強化版のやつを作るために1点がある。バスタードソードは6本いこう。さて、そうやな、じゃあロングソード残ったやつ24本あるうちのいくつかをこういう感じのに分けて、あれいや、なんでもない、気のせい。まあいいや、そんなに売れんと思うけん2本ずつでいいと思うよな。よし、これでいこう。 OK。 で、これらをちょっと中心に打っていく感じでいきましょう。引き出しとかも多い。さすがに経験値ポンポン上がるわけじゃないやな。うん、それはさすがに。OK。 そうやな、前回のパートも言った通りに、セーブはここで行うというシステムでいきたいと思います。セーブでもって、まあ次のパートの最初にどんな感じで倒したかって、倒したじゃなくて魔王と戦ったかってを見ていく、そういうスタイルにしていきたいと思います。というわけで今回はこの辺なんやけど、やったー、今日売れ行き良かったけん黒字になっとんねこれ。しかも1日目んいやちゃうんちょっとようわからんけど、これが1日目終わった時で、2日目終わった、3日目終わった時やけん、ここよな。うんつまり1日目終わった時よりも黒字になったんで、やった、よかったよかった、黒字万歳。マクロクロスケも喜んでるでしょう。それでもまあいいや。じゃあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週上げ。